にちは。今日は痩せ筋トレの中でも前回のワイドスクワットに引き続き背中とお腹のトレーニングの注意点と詳しいやり方をさらに詳しく説明したいと思います。はい、背筋のトレーニングなんですけれども、普段から猫背で肩甲骨がこうやってね前に巻いちゃってる人、このまま一生懸命こうやってやっても全然背筋のトレーニングにならないんですね。肩甲骨がしっかり後ろにこうやって寄っていかないと背中のトレーニングにならないので、やる前にまずちょっとね手を後ろで組んでぐっと肩甲骨を寄せるようにして、後ろにね胸を伸ばして肩甲骨を寄せるストレッチをちょっとやっておきましょう。それから背筋のトレーニングで重要なポイントはこの一つだけ。前にかがむときに背中を絶対に丸めないで、膝を軽く緩めたら股関節から前に体を倒します。おへそから倒すとこうなっちゃうので、ここ股関節ってここです。ここ股関節から体を45度前に倒してお腹はちょっと引っ込めておきます。そうするとこの体勢取っただけで腰が痛いっていう方がいるんですけど、そういう方はね必ずこうなっちゃってます。なのでじゃなくって背中を伸ばしたままここからしっかり前に倒してお腹をちょっと引っ込めて、お腹に力を入れておくとお腹で体を支えられて腰に負担が少なくなるので、これだけ気をつけてください。これができたら手のひらを上に向けて、この状態でさっきの肩甲骨をぐーっと真ん中に寄せながら背中に力を入れてゆっくり戻ります。3秒間ゆっくり引いて3秒でゆっくり戻ります。息をふーっと吐きながら背中をしっかり真ん中に寄せてゆっくり戻りますっていうのをしっかりとやっていってください。はい、で終わったら背筋の場合もぐーっと縮めてますから、終わった後は必ずストレッチしましょう。手を前で組んで今度逆にね背中をぐーっと丸めるようにしてゆっくり深呼吸します。ボールを抱えるように丸くなって深呼吸しながら、少しね左右にこうやって体を回してもらうと背中の肩甲骨の間がしっかり動くので、終わった後ねそこしっかり伸ばしておかないとギューって固まっちゃって次の日あーなんか痛いってなってしまうので、終わった後のストレッチを必ずやってください。はい、ではお腹のトレーニング、デッドバグです。デッドバグってね死んだ虫ですよね。まあ確かに死んだ虫みたいですね。これやっていくんですけど、初めてやる方はもうほとんど 100% 足を伸ばしていくと腰がこうやってすごく反っちゃいます。ここにね隙間だらけになっちゃって、骨盤がこういう風に反っちゃってこういう風にね、お腹が上に出っ張っちゃって腰が反っちゃいます。こうなると腰ばっかり痛くなっちゃって全然お腹に効かないので、ポイントはしっかり息を吐いてお腹をぐっとね引っ込めながら必ずやってください。息をしっかり吐いてお腹を引っ込めて腰が床から離れないようにします。ちょっとね試しに足だけやってみて、腰が離れないで片足伸ばせるか確認してください。ほとんどみんなできないのでこれすごくきついんですよ。お腹しっかり力入れないと腰がぐーんって開いちゃいます。なのでここはね無理をしないでタオルを使っていきます。タオルをお尻の下にこうやって入れてあげると腰がねしっかり床についてる状態に勝手になるので、これでちょっと骨盤を固定してあげて、この状態でお腹ふーっと引っ込めながら足を伸ばしていきます。そうするとね腰が浮かないでできるので、最初のうちはタオルをねここに入れて骨盤がぐっと反っちゃわないように、腰が反っちゃわないようにして足だけ練習することをおすすめします。これ無理にやっちゃって腰が痛くなる方がすごく多いので、腰はね反らないようにと、お腹しっかり自分で引っ込めて腹
腹横筋というのは息を吐いてお腹をへこます時に使う筋肉なので、しっかり息を吐いてお腹を引っ込めて、その状態を保ったまま足を動かします。お腹触ってみてね、硬くなってるか確認しながらやるのもとてもいいですね。これができて腰が離れないようになってから手を動かすのをプラスしていくようにしないと、手も足も動かして腰も浮かせないでっていうのはちょっとねかなり難しいので、最初のうちは無理せずにタオルを入れて腰が絶対床から離れないように、そして自分でふーってお腹を引っ込めて息を吐いてお腹を硬くしながらやるって、お腹にしっかり集中してやることをおすすめします。ではね、その後できるようになってからつければいいので、腰が痛くなっちゃってトレーニングできなくなっちゃうのがね一番辛いので、無理しないでまずはしっかりお腹に力を入れるっていうことを意識して足だけ動かすようにやってみてください。はい、今みっこ LINE 公式アカウントでは登録していただいた方に登録していただいた方に限定動画をプレゼントしています。年齢に負けずに好きなことを楽しむための3つの秘訣を限定配信してますので、右下にあるこう小さい三角形をポチッと押してもらうと説明の欄が出てきますから、そこから LINE 公式アカウントってところを見つけて、ぜひ登録をお願いします。はい、これからも一緒に頑張っていきましょう。ぐんぐん40代からの動ける体チャンネル登録お願いします。まだまだ動ける体で遊ぶぞー。